どういうチョコなんだろうっていうのを推測するのもなんかもうワクワクしてたな。そうそう、小学校中学校の時とかは本当憂鬱でした。差し支えない範囲で中指に時間じゃない。どうもかまいたちです。さあ本日は、バレンタインデーの話。まあもうバレンタインデーですか、はい、そのあたりということですね、バレンタインデーの話をしたいと思いますが、はい、なんでしょう、前、ね、うんうんうん、小学校中学校の時とかは本当憂鬱でした、うん、もらえないっていう、もらえないっていう、すっごいイベントじゃなかった？いや、一大イベントよ。あの今はさ、 LINE とかさ、子供でも、うん、やり取りしたりしてさ、うんうん、SNS とかあって、うん、こっそり気持ち伝えるとか、はいはいはい、そんなんができるけど、うん、当時気持ち伝えるってなかなかできないから、そのバレンタインの日に仕掛けてくるっていうのめっちゃ多かったのよ、うん、あ、だからもうチョコもらえる人ともらえない人の差はでかかったな。なんかチョコ渡すと同時に付き合ってください的なん言われたことある？ない。あ、いや俺もないねんけど、うん、それ羨ましかった。羨ましい、あんねん、実際めっちゃ。ほんまにそんなことってあんのかな。小学校の時に、まあ、仲良かった女子たちからなんかもらったりとかはあったけどな、うん、それもめっちゃ嬉しくない？いや嬉しい嬉しい嬉しいし、女子グループ3人ぐらいからもらうけど、その女子グループ3人の中に俺が好きな子とかもおったりするわけで、うん、その子からのチョコレートはこれはどういうチョコなんだろうっていうのを推測するのもなんかもうワクワクしてたな。そうそう、みんなに渡してんのか、そう、俺だけなのかっていうのは見せ合いしたよな。こっそりチェックしたりした。一応そのギリチョコみたいなのも配るから、うん、そうや、自分の好きな女の子が俺にくれたチョコと他のやつにあげたチョコがどんな感じで違うのかとか見せ合いしたな。俺の家さ、うん、学校から結構近い位置に、うん、あったから、うん、下校する時にみんなが通るわけ、うん、で小学校の低学年の時に同級生の女の子が帰り道に、うん、もう俺先家帰ってる状態でピンポンって鳴らして、うん、山内くんっつって、うん、みんなでなんかチョコ持ってきてくれて、うん、でお母さんがなんかケンジ持ってきてくれてるよみたいな言って、うん、玄関でありがとうって言ってもらって、なんかもらってるやんみたいにお母さんに言われて、うん、ありがとうっつって、でお母さんがホワイトで絶対返さなあかんから、うん、誰にもらったかちゃんと、うん、覚えときやって、私買っとくからホワイトデーのって言われて、そっから 2,3 年は、うん、あのもらったらすぐお母さんに言っててんけど、小6とか中1ぐらいから地元の女の子でギリチョコを渡すのがなくなってきてさ、うん、もうみんなが恋愛に前のませてきたから、はいはいはい、恋愛としてのバレンタインに俺の本庄地区地元が変化してきたの。あ、ほなマジでもらえなくなってきて、でもお母さんが聞いてくんねん、チョコ誰にもらったか言い合って、ちょっと言われ恥ずかしくてもらってないって、もらってないっていうのは恥ずかった、恥ずかしい、もらわれへんくなったんやこの子とか思わしたら申し訳ないとか、いろんな気持ちがあって、親にはもういや自分であのやっとくからって濁して、ほんまにもらえなかった中学校とかは。じゃあみんなが本命に絞っていったら、うん、縁がこうあったら、うん、だんだんこうギューッと絞っていくから、うん、ここやったお前はもらわれへんもらわれへん、全然もらわれへんあ、なるほどな。やっぱ田舎のあの同級生俺48人とかだったかな、うんうんうん、しかいないから、そうなってくるとモテる男子がめっちゃ限られてくる、ね、みんなそっちに行って、で1回すっげーなと思ったのが、もうモテる、当時モテてた、まあ、S 君っていう男子はモテるとか言われるのあんま嫌みたいなタイプやった。ああ、モテるやつってそうやな、うん、もういいね俺そんな やかましいわよほんで中学校の時やったと思うねんけど、チョコ多分ね8個ぐらいもらったの、その S 君が。でみんなからすっげーみたいな、男子友達から言われてたら、うんうんうん、いやもう全然欲しくないしみたいな感じで廊下にそのチョコを
いや俺別にいらんねんってバーンって投げはって、うんうん、でえー、ってなって、えいいのって思って、そ そのチョコをさ、チョコとしてよ、チョコが欲しいやつやったんや、バレンタインデーのチョコとしてとかじゃなくて、もうバレンタインとかじゃなくてチョコとして、もったいないやと思って、もう俺いいから、いる人いたらみたいな感じで、そのチョコこうやって拾ってた、情けなすぎ、いいのチョコとして、チョコとしてやから、その気持ちを拾おうとしたわけで、いやいやチョコとしてやから。でも女子はそれ見てなんかこうショック受けたりもしててんけど、そそ、じゃあやめたらいいのにと思うねんけど、モテ続けモテるやつな、おったよな。本命チョコある？俺でもその告白されたことあるないねんって言ったものの、1回だけちょっとそれっぽいのはあって、高校の時に女友達から何々ちゃんが学校で待っててって言ってるからって言われて、で学校の帰り道に門の前やったかな、でなんかもらってチョコレートを、でなんかずっと好きでしたみたいな、付き合ってくださいとかではないねんけど、あずっと好きでしただけ言われた、そうみたいな感じはあったな。ほんでああありがとうみたいな、でもあの他に好きな人いるんですいませんみたいな、うわそれないねんな。それでもそのよう考えたら何を断ったんかわからんよな、かわいそうなことしたよなそれ。確かに向こうは好きですって言っただけやから、うん、ありがとうだけでも本来いいのかもね、うん、でもめっちゃ恥ずかしかった覚えてんねんな。マフラー当時してたグレーのバーバリーのマフラーほどいてクッてチョコレートくるんで前かごに入れて走ってくるチャリンコでダッシュで帰った。それ何が恥ずかしい？いやわからんねん、なんかその結構人が通るようなとこで告白されたっていうのが、なんか恥ずかしかって、嬉しい恥ずかしの方やね、いや俺本当に欲しかったんだよな。高1の時とか、部活バレンタインの前後休んで、バレンタインの日なんかはマジで教室に自習してるふりしてずっと残って、電気落ちていって、あの教室の電気がね、あの大元を多分切ったから先生が。どんだけ残っててんの今日18時半ぐらいよ。でも言っても教室っていうか学校の大元の電気切るって最後の最後や管理作業員さんがやるやつや、ほんま誰も別に来なくて、でも自習してる感じでずっと残ってたら電気バーンってなって、あもうほんまに帰らなあかんのかなと思ってたら、あの警備員さんみたいなのが、あ何してんのみたいな、もうダメだよ、 なんでここにいんのみたいな感じですいません自習してましたみたいな感じで帰って、作業員さんも気づいてあげてほしいよな、何してんのって言わんといてあげてほしいな、あこの子待っとったんや思って、早く帰り合うぐらいにしてあげたねバレンタインの時やったか、その前日やったかにまた残ってる時に、それは中学校の時やってんけど、女子が山内くんって廊下の方に、教室にいた俺を呼び出して来たって思ったら、あの男子トイレの窓閉めてって、なんか窓閉め係の女の子で、男子トイレの窓開いてるから学校残ってる男子が俺だけだったみたいで、俺が閉めに行ってんけど、そのまさかチョコ待ってたとか思われたくないから、おーおーおーっていう、おーおー当たり前やん、窓ね、オッケーオッケーオッケー、当たり前やん当たり前やん、窓に決まってるやんそっちが呼んだ理由のテンションで閉めてあげたりですよ。ホワイトデーどうしてた？ホワイトデーちゃんと、返してたで。どこまで？ギリチョコでさ、ほんまにチロルチョコ1個とは言わないけど、マジでちょっとしたチョコを渡してくる子もいたやん。あれやろ、一番よく見るチョコやろ、一番よく見る、こんな赤い箱のハート型のこの透明のフィルム貼ってあって、中チョコレートでハートの形見えるやつな。いやホワイトデー目当てやんっていう、そんなチョコあった？いやでなんかさ、この向こうのチョコの大きさに応じて、こっちがホワイトデーのものを買えるっていうのをしてなかったわけ。お母さんがまとめて買ってくるから、一律でめっちゃいいチョコもらった子にも、ほんまチロルチョコ4つ入ったようなのをラッピングして渡してきた子にも同じのを渡すのがすごい嫌で、わかりやすいな、その誠意を感じなかったチョコにホワイトデーを返さないといけないのすっごい嫌で誠意って何なの
いやそっちもなんかホワイトデーというものがあるんだから、まあ、バランスね、うん、変なもの渡してこないでよっていう。確かに先行は女子やからな。女子は自分のなんやとか決めて、うん、予算も決めて渡したい人に渡せれるっていうのがあるから、うん、それ山内さんみたいにいっぱいもらえばな、うん、それホワイトデー、ね、そう、うん、だからもうなんか最近いっぱいもらってへんやろ何がそうやねん。そうそう、いやちょっと4つぐらいもらってたのよ小学校の時は、はいはい、4つはすごいよ。4つも帰り道に本当ピンポン鳴らしてみんなで、うん、だ照れ隠しで渡してくれてんのか山内にも渡しとこみたいなんで、うん、みんなで渡してくれてんのか分かんなかったけど渡してくれてて、でも下校途中やったから判断難しかったのね、うん、1人めっちゃ遠くに住んでる友達のとこにチョコ渡しに来た子がいたみたいな情報入った時はもうそれはもう絶対マジやん、うん、あ好きやんで好きやんってなったけど、帰り道に渡してきてるから誠意があんま見えなくて。誠意って何なの、謝罪ちゃうねんからそこ謝罪の品じゃないねんからさそこのジャッジがずっと難しかった。うーん、俺でも一人だけすっげえ嫌なやつおってさ、あの小学校の時に、うん、なんとなく男友達で同級生のやつ同じクラスのやつでなんとなくさ誰が何個もらえるかなとかクラスのマドンナ的存在のあの子は誰に渡すねんやろなみたいな話でこう男子で盛り上がるやん、何人かでバーッとで誰や誰やみたいな、俺もらったでみたいなこうバーッて盛り上がるやんか。でその輪に入ってたのに一人だけもらわれへんかったやつおってんやん、一人だけ誰からももらわれへんかったやつおってん。で別にそのモテへんとかじゃないねんけど誰からももらわれへんってなって放課後になってももうチョコタイム終わりやなってなった時に、でその時になんか終わりの会の直前ぐらいで先生に、うん、あいつら今日お菓子持ってますよみたいな先生お菓子持ってきたらあかんはずやのにあいつら今日チョコレートもらってましたよみたいな言うやつって先生もああ今日まあバレンタインデーやからなみたいな、いいんですかバレンタインデーの日にはお菓子持ってきてもみたいな、一人おったわ。で全然モテへんとかそういうやつじゃなかったんけど、うん、なんかみんなの意識の外に出ちゃったんやろなその瞬間、まあ今年はこいつがええかみたいな瞬間になっちゃったんやろうけど、お菓子持ってきてましたすぐやすぐそんなことしてるめっちゃ嫌われてたけどなその後。何やねんお前。めっちゃ中学校の時に一番人気だった女の子がバレンタインのちょい前ぐらいの時にすごい不思議な行動をとってきて、うん、先生のさ教卓のとこにみんなで行ってこうしてたらさ、俺が先生みたいな話しかけてたらその子がこう教卓のとこにこうこれ分かるそのこうやってたらその子がこう自分の股間がここに当たるとこに来てえっと思ってたまたまやんって俺も思ったけど思春期ながらちょっと次の休み時間にもう一回みんな行ってる中で俺もこうやってこうやったらまたその子がほんまやねん来てで俺も勇気振り絞ってその差し支えない範囲で中指でこうしながらちょっと角度をちょほんまほんまにだっておかしいやんそんなことしてくるお前やだからこう動いてないギリギリ時間じゃない、 いやこれを何なのかを確認するためにこの関節をってしてみてもしてみても避けなくてこれもうバレンタインを絶対くれるやんってくれるのおかしいやんと思ってんけどくれなかったよ。あれな、じゃあ違うよ。たまたま2回そうなっただけ。いやもうすごかった。めっちゃそっから気になって何回も休み時間一人でこう行ってもう来ないかなって待っててんけど来なかったよ。来なかった。たまたま。たまたまその日2回とかある？その後もう全然来てくれなかった。全然先生に用事ないのにこうこうそうしに行ってた先生って言って全然来ないもう一回あの興奮をって思って。
チャンネル登録お願いします。あれこいつだってこうやったじゃん普通絶対逃げると思うじゃんやめてな、そのなんかニュースになるの山内が電車の中でちょっとこうやってきたとかいやこれ向こうがやってきたから、あおもろ小学校の時やろ、小学校の時マセすぎやねお前不思議やったあれ。